会社の課題って何なのかなっていうのを探すときにどうやって考えていこうかっていうときに常に大事にしているのが、例えば営業だったらうちの会社営業が弱いんだよっていう、だから営業マンを入れた方がいいんだよっていうのは確かにそれは正解なんですよ。なんで、じゃあ値上げをしてみようとか、じゃあ商品の見た目を変えてみようとか、じゃあもう一個おまけをつけてみようとかね、いろんなことをやろうとするんですけど、その前に僕全部ですね、分解して考えるようにしてるんですよ。営業であれば法人営業だったんですよ。どこの業界をまず攻めるっていう、その業界の選定っていうのがまず一個あると思うんです。したらじゃあ飲食店を攻めるっていうふうになったとしたら、じゃあそれをどこの地域にしようっていうのを考えて、じゃあその見込み客の攻めるリストをどうやって作ろうっていうのを考えて、じゃあそれが電話なのか、電話でいきなりかけてアポを取るのか、もしくはもういきなり飛び込みでするのかっていうようなそのステージがあって、じゃあそれをアポイントを取ったら、じゃあ次は提案に行くとか、その提案に何回か行ったら見積もりを出して、じゃあ見積もりを出したら、で、制約したら、今度はまた何度も何度もそのサービスを受けてもらうっていう、その何段階かあるじゃないですか。それを分解して、それぞれのところの、やることの、そういうの KPI って言うんですけど、数字を取ってほしいんですよ。じゃあ、うちの会社の営業マンを。